あのバカでかいの。あれがネアズの言っていた化け物らしいな。リンウェルの言うように楔から発射された4つの光の一つなのでしょうか。だとしたら目的は何だ。楔はダナの精霊力を集めていた。何にせよ町に向かいでもしたら大変なことになる。それにあいつを倒さないと先に進めそうにない。やるぞ。手ごわそうだがやるしかない。傷を負ったら言いなさい。来るぞ、構えろ。避けなきゃ。逃げた連中を笑う気しないな。何よ、怖いの。ちょっぴりな。お前は。私はものすごく怖いわよ。だったら口を閉じて集中しろ。死ぬぞ。ズーグルを呼び出した。やつを警戒しつつ片付けるわよ。俺はトラミだ。外さないわ。俺はいただき。お発射。どうよ。
者になろう。やらせない。やったやったってば。やらせないよ。交流結果だ。あがくがいい。あがくがいい。しびれろ。緑の角度を当てられた。いくわよ。危ないよ。肉切りを決めろ。やりなる。こっちこっち。ハンマー。肉の精霊くらえ。あがれ。交流連結だ。硬いやつは任せろって。動きを封じてやろう。なんか来るよ。みんな備えるんだ。みんな無事。ああ、まだやれそうだ。無理はしないで、お願い。見渡せる。だけどこんなでかいのどうすれば。俺が何とかする。任せてくれ。待て。止める。沈め。みんな無事か。ええ、なんとか。肝が冷えたぜ。他のズーグルとはちょっと様子が違ったな。ああ、アウメドルが連れてたのとも違う感じだった。精霊力の属性の偏りが極端だったよ。スルドみたいに。くさびから現れただけあって、精霊力を集める上で何か役割があったんだろうか。生ける修霊機か。場所が場所だけにあり得るな。あるいはスルドに代わる新たなダナ制圧の先兵か。いずれにせよ、今のが4つの光の一つであったなら何かしら防いだことにはなりますね。苦労させられたし、そうであってほしいもんだが、とにかくこれで進める。行こう。